では始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回も前回に引き続きダヴィンチリゾルブ16を使ったグレーディング作業ということなんですが、今回はクロマキー合成のやり方とそれぞれ各ノードの役割や効果について掘り下げていきたいと思います。よろしくお願いします。このレイヤーの下にあるものが背景として現れる。ピンクにするかグリーンにするかアンバー系にするかブルー系にするか。このオフセットっていうパラメーターはレンズの絞りを変えたのと同じ効果がある。透明度を変えることでラットの効果を調整することができる。このアルファチャンネルっていうものに関しては、実際ちょっと操作しながらご説明しますね。まずはこの前段のセクションですね。調整のエリア。ここはこういう感じで、クロマキー用にグリーンを切り抜いて背景を出すっていうようなノードを作ってます。一回これをどうやってやるのかやってみますね。まずはこんな感じで適当に1個ノードを作ります。で、それに対してクオリファイアーと言われる、色域選択のところですね。で、それでグリーンをクリックします。そうするとこんな結果になりますね。で、このままだと抜きたい方が逆なんですよね。人を出して背景を抜きたいんで、その場合ここを押すとそれが反転します。で、こういう結果になってますね。これはグレーディングだけできればいいんで、簡易的に抜ければいいということで、パラメータをいじっていくとですね、だいたいこんな感じで、まずクロマキーが抜けます。で、サブクリックを押してもらって、add alpha output っていうものが出てきます。alpha出力を追加だと思います。日本語だと。これを押すんですね。そうすると、水色の、なんていうんだろう、タグみたいのが現れます。で、これがクロマキーを抜くノードなんで、こっから青いタグをこうクリックして、ここですね、ここのアウトプットにつなぐと。そうすると、クロマキーが抜けるようになります。で、実際今タイムラインを見ると、この下にカラーバーっていうのを配置してるんですね。このレイヤーの下にあるものが背景として現れる。クロマキーに関してはこういう感じでノードを作ります。で、調整に関してですけど、ホワイトバランスですね、まず。一回ちょっと何もない状態、シフトと D を押すと元素材の状態が見れます。この素材を今こうしたっていう感じですね。で、ホワイトバランスに関して、ありなしを見るとこんな感じになってますね。ちょっと全体青かったんで赤みに振ってます。これは一番簡単な操作としては、ここにですね、テンプっていうパラメータがあるんで、これを上げていけば赤くなって下げていくと青くなる。ですね。はい。で、あと、ティントっていうのは、これを見ると分かりやすいんですけど、これですね。このグリーンとマゼンタ。ここの軸をよりピンクにするか、グリーンにするか。で、テンプに関しては、アンバー系にするか、ブルー系にするか。この軸ですね。この軸と、この軸を調整するっていうパラメータになります。テンプとティント。これはカメラにもよくあるモードなんで、それと同じような感覚ですね。で、あとは、スポイトツールを使って、この白いところを選ぶと、こんな感じでオートでも撮れるんですけど、ちょっとダヴィンチの場合は、効果がちょっと微妙だなっていうような感じはあります。なので、見た目でやっちゃってますね。ということで、これでまずは大きく色調整をしますっていう感じです。その後にですね、このオフセットっていうものがあって、僕は明るさの調整にはオフセットを必ず使うようにしてます。ここのパラメータですね。リフト、ガンマ、ゲイン、オフセットってあるんですけど、それぞれ何なのかっていうと、リフトは暗部の方ですね。ガンマは中間域。ゲインはハイライトの方の調整なんですけども、このオフセットっていうのは、一回この波形モニターを見るとわかりやすいんですけども、ちょっと動かしてみますね。これをですね、下げていくと、この同じ形で同じバランスを保ったまま沈んでいくっていう、大体そういう機能で、これを上げていくと同じ形を保ったまま上がっていくっていうことなんですけども、ここで面白いのはダヴィンチの場合は同じ形を保ちつつも、ハイライトの方に近づけば近づくほどこう圧縮されていくんですよね。で、暗部の方に近づけば近づくほどまた形が圧縮されていくんですよ。で、これいろいろ実験したんですけど、このオフセットっていうパラメータは割とレンズの絞りを変えたのと同じ効果があるっていうのを
テストした感じだと、そんなパラメーターの動きをするなということで、現場で絞りもうちょっと一段開けとけばよかったとか、半分ぐらい締めとけばよかったとか、そういった印象のある映像に関しては、まあ、ここで調整しちゃいます。だからこのオフセットはまあ露出値だと思ってください。露出値とホワイトバランスを調整しました。で、キーを抜いて背景と合成している状態ですね。で、前段の部分でこのように調整をします。で、その後ですね、ここの4つのノード、ここは第2のゾーンで質感を作るところになります。で、僕はトーンカーブは2種類当てるようにしてるんですけども、理由があって。これちょっとわかりやすくまとめちゃいますね。ラットっていうものとトーンカーブっていうのを当ててますっていう状態です。それぞれ効果を消してみると、これは元素材のまんまですね、ほぼほぼ。で、これにまずラットを当てますと。で、ラットを当ててちょっとコントラストをつける。さらにトーンカーブを当てて質感を作るっていう2種類の質感に関わるノード効果っていうのを与えてます。で、ラットに関してはですね、どれだけ素材の生っぽさを保ったまんま描けるかっていうところなんですけど、ダヴィンチのすごい最近のバージョンのいいところは、ここに赤いドットがつくんですよ。自分が効果を与えているセクション、ページにはこういった赤いポイントがつくんで、まあ自分がこのノードでどういう効果を与えたかっていうのが一目瞭然なんですね。で、このノードに関してはトーンカーブをいじって、ここの透明度っていうんでしょうか、をいじってるっていうことですね。で、ラットを 100% 当てた状態だとこんな感じになります。結構硬い印象になりますよね。で、これを割合を下げて 0.3 だか 30% ぐらいの割合でかけるっていうことができるんですね。まあ、多分 0.5 ぐらいとか、この辺がいいのかなっていう感じはありますけどね。はい、こんな感じで、この出力の透明度を変えることで、ラットの効果を調整することができるってことですね。で、それに対してさらにこの2つのトーンカーブを当ててるっていう感じなんですけど、これに関してはまず形を見てみると、こういうざっくりしたトーンカーブですね。こんな感じです。で、これは何を目的としてるかっていうと、映像全体のトーンをきれいに整えるってよりは、まずレンジを整えようっていうことですね。で、これがないと、これぐらいローコントラストなんですよ。一番明るいところが 76%で、一番暗いところが 12% とかなんで、コントラストをもうちょっとつけたいっていうことなんですよね。で、このカーブをですね、まずハイライトの方、ハイライト何パーがいいかなっていう感じで探ってって、90% ぐらいにしようかっていう感じで、で、ここのローのところですね、サイアン部をどれぐらいのパーセンテージにしようかという感じで、こうレンジを調整するっていうような、そういうカーブを一個作ります。それに対してこっちですね。こっちはちょっとレンジの補正をしながらも、グラフィカルなトーンにしたい場合は、ここのポイントをたくさん打つっていうことが重要な要素になります。要は絵画調にしたいっていうことなんで、まあ、例えばこのポイントを動かしますと、もうピンポイントでここのエリアが選択されているって感じですね。ここをどうするか。で、ここを動かしてみると、ここのエリア。みたいな感じで、各ポイントの明るさの領域っていうのをもうベストな状態、自分が見て全部を最適なポイントに整えていくんですよ。絵画っていうのは自分でいくらでも明るさを調整できるんで、そんな感じの印象にしたい場合は、もうこうやって各ポイントが適正になるように整えていくと、割とグラフィカルな絵画的なトーンに近づいていきます。というような作業をして2番目のカーブをつけてます。で、カーブを重ねる意味合いとしては、一種類のカーブだけでやってしまうとですね、なんて言うんだろう、こうトーンジャンプを起こすというか、明るさのグラデーションっていうのが結構崩壊しがちなんですよ。で、複数のトーンカーブを重ねることでそれが滑らかになるっていうことがあるんで、あえて1個のトーンカーブで全てを済まさないで、目的ごとにカーブを分けていたりもします。こういった目的ごとに分けとくと、割と便利な面もあって、これを違うカットにコピーした時に、ここの
グラフィカルにしてる効果っていうのはそのまんまにレンジだけ調整していこうみたいに切り分けて調整することができたりもするんで、そういったメリットもあるんですよね。で、このラットの前にレンジ幅を調整するカーブを持っていくこともあります。なので、こういった複数のカーブとラット、ここら辺で質感っていうのを作っていきます。